ざという時の日本は強いですからね。皆様いつもありがとうございます。非いずる国 TV のお時間です。今回の題は日韓が軍事衝突する可能性についてです。話はいきなり変わりますが、昨日の動画のラグビー英国チームが靖国神社に訪問したことを駐日英国大使が注意したっていうのは結局お隣のデマでしたね。本当に日本を貶めるためには何でもやってきますよね。今回は在韓米軍が撤退した時、日韓の軍事衝突の可能性について長い本文ですが、どれも重要な内容ですので、夕刊フジの記事からご覧くださいませ。では、聞いてくださいね。米ワシントンの有力シンクタンク、ハドソン研究所の創設者であるハーマン・カウン博士は、戦略研究の著書、考えられないことを考えるで、1960年初頭、当時は誰も考えなかった核戦争を論じた。北朝鮮との統一を目指すムン・ジェイン政権が継続する限り、韓国の反日政策は激化する。そのことは米国にとっても限りなく不都合であり、米国の朝鮮半島政策も転換されることとなろう。その場合、今まで最大の同盟国であった米国が一夜にして敵国になることをムン大統領は考えているのか。米国の防衛ラインが第二次世界大戦後の50年に米国が引いた不交代防衛線アチソンラインに戻れば、我が国も防衛体制を根底から見直すことになるだろう。韓国が北朝鮮や中国と同盟関係に入った場合、日本の防衛ラインは長崎県対馬と朝鮮半島の間にある対馬海峡まで下がる。そうなれば日本と韓国との間に今後偶発的な軍事衝突が起きないとも限らない。例えば韓国が不法占拠している島根県竹島近海で韓国軍の演習や監視船が日本の民間船に被害を与えた場合だ。レーダー照射事件のように韓国側による自衛隊機や護衛艦への挑発的行動も考えられる。海上保安庁の船が国連安保理決議違反である北朝鮮への瀬取りをする韓国船を取り締まる際、小競り合いがエスカレーションする可能性もある。韓国や北朝鮮の漁船が対馬海峡に退去して押し寄せる事態など、様々なケースが想定される。この場合の最大の関心事は米国の出方である。韓国でムン大統領が弾劾裁判などで罷免されず、日韓の軍事情報包括保護協定 GSOMIA 破棄を撤回しない場合、米韓関係は次の段階に入る。米韓同盟が解消されて在韓米軍撤退となれば、韓国は米国には北朝鮮と同等の敵国となる。この状況下では日本には圧倒的に有利となる。日米は来るべき統一朝鮮に対する日米軍事作戦計画オープランを作る。ここでは日本が米軍の絶対的な抑止力を確保できる。一方米国がその時点でも米韓同盟を破棄しなかった場合、米国は日本と韓国どちらにつくのか。見えきれない米国の態度が日本にとっては即命取りになる。ムン氏の大統領任期は2022年5月までだ。ドナルド・トランプ米大統領が今後北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長とディールして朝鮮戦争の終戦宣言を出す可能性もある。米朝は接近して韓国は北朝鮮との統一に向けて邁進するだろう。日韓の間で紛争が勃発しても米国は日本をバックアップするのかが大きく問われる。まさに日米同盟危機事態に陥る。一国の安全保障は最悪の状況を想定して作成することが生き残り戦略となる。日本にとっては日本独自で最悪の事態に備え、核武装も視野に入れたシナリオ作りが必要であろう、との内容です。この内容の
日本海での漁船に対する何らかの被害を被る可能性というのは、戦後勝手に離礁板ラインを引いて実際に多くの漁民がひどい目に遭いましたんで、可能性どころか確実にそうなりますよね。また在韓米軍もすでに多くの軍事基地を韓国に返還可能という状態にまでなりましたが、普通に考えると米韓同盟が危うくなってきたと思えるところですが、もしかするとそう思わせる北に対するアクションで次の米朝会談に向けて大きく動き出しているのかもしれませんね。だとすればお隣は単なる外交上のツールとして利用されていると想像すると、またまたニヤニヤしてしまいますが、まあでも現実的に米国がお隣に対してうんざりしているのは確かでしょうから、米国にとっては一石二鳥なんでしょうか。いずれにしてもはっきりしているのは、近年進められている日本の軍事力増強は間違っていないということでしょうね。以上、お隣さん、トランプさんに貢ぎ物持って行ったところで計画は何にも変わりませんからね。